人間の想像図南極の人間は巨大掲示板サイトにチャンネルのオカルト板で2002年5月に想像された未確認生物の都市伝説。海中に住む生物で南極に出現するものを人間、北極に出現するものを人型と呼ぶ。日本の調査捕鯨船の乗組員が目撃したとされている全身が真っ白で全長数十メートルの生命体。 写真撮影しても氷山のようにしか見えないが、画像を拡大すると人間の表皮はツルツルしていて割と不定型であり人工物ではないようだという。学習研究者の雑誌ムーではフライングヒューマノイド、海坊主と関連付けられ同一の存在ではないかという推測を立てている。ムー2007年11月号にはグーグルアースに人間が映り込んでいるという記事がある。 人型は調査捕鯨の科学的な信憑性が揺らぐため、その情報が隠蔽されているとされているが、近藤伊佐の日本沿岸捕鯨の工房によると、操業違反がバレないように、新種と見られるクジラに関する情報を自主的に隠蔽した事例や足のあるマッコウクジラの足の部分だけを切り取って標本にした事例が記されている。巨大魚、海魚ソレッドの 68番目の書き込みから始まる一連の書き込みを参照。天音驚きド勝彦、南極に潜む巨大な、白影人間、あなたの知らない未確認生物に、山口敏太郎監修、コアマガジン、コアコミックス、2007年、237から256ページ。ISBN 978から4から862522498。86 ABC アスカアキオ、南平洋の馬人間の謎、ムー4月号、学習研究者、2008年、雑誌08511から04、AB 並木新一郎、最強の都市伝説経済界、2007年、72から74ページ、ISBN978 から4から766783988、Google マップ人間らしきものが映り込んでいるが、 被写体の正体は不明である。星川氏、2007日本はなぜ世界で一番クジラを殺すのか原討者新書に引用されている。ありがとうございます。